はい、それではね、ザ・フレンズ・オブ・リンゴ・石川の続きをやっていこうと思います。今日は、34日目ですね、土曜日です、テストなんで、勉強していこうかな、一応。最後の追い込みをして、文献がちょっと低い。うん。最近ちょっとね、学校をサボりがちで、あんまりできてないです。だんだんなんか、サボりがちになってきましたね。まだ暗いですけど、学校に行きましょう。早めに学校行ってみよう。早めに行くと、女の子と会話できたりするんで。ちょいちょいストーリーがね、挟まるような感じですけど。こういう学校生活を、疑似学校生活を送りながら、マサルを、テスト受けようぜ、一緒に。よし、連れて行こう。3階。うん。さあ、こっち誰かいる？あ、白はいる。いいか、こいつは。よし。あ、ユナと、まあ、いいか。登る。母ちゃんが16ビットを誕生日に買ってくれるって言うんだ。金貯めたんじゃねえのかよ。あれは新しいロボットに使っちまったんだ。前のは力が足りなかったから、あのブサイクなやつに負けたんだ。あれは力が倍あったからな。うん。で、再挑戦はいつなんだよ。次のトーナメントの時だ。まだ日にちはわからな、わかんねえ。すごい会話だ。どうしようかな。もう行っちゃおうか。テストしちゃおう。うん。ちょっと早かったね。さあ、テストです。オール A にが取れる日は来るんでしょうか、もう一回。うん。ゴローはサボりやがったな。マサルはテストは受けてるんですけどね。成績は良くないですけど。終わった。もう、登るは、まあ、毎日一回会話って感じだね。うん？ああ。誰かいない。もう誰もいない。と、今日土曜日だから、演劇部？シロとゴロでしょ？どうしようかな。2階。職員室、今日土曜日誰もいないんだよね。で、研究もできないし、ここなんか、特に何もないんかな。何もないですね。体育館行くか。一応ちょっといろいろ動いてみましょう、今日は。全然何も起こらず。金貯めたいんで、土曜日はまあ明日がね、日曜日だから、お金貯めに行こうか。バイトもクビになったし。こっちこっち。よし。本読んでもいいですけどね。こっち行って、そこお金ないからな。もう金の鎖っていくらだったっけ？何探してるんだよ。これちょっと解説だけ聞いてみようか。このチェーンの純度はそこに目つけるんだ。俺のは999だ。うん、これはどうかわからないけどな。ああ、いい。俺には十分だ。うん、ああ、それだけか。そんなに金の鎖で話題はなかったね。フィットネス、お金ない時にさ、来たらどうなんだろう。いつも1000円取られるんですけど、鍛錬してみよう。You don't have 1000円。やっぱ1000円いるんだ。You don't have 1000円って書かれて。英語なのにそこだけ日本語っていう感じ。体重何キロになったんだろう。めっちゃ痩せてる。これ飯食ってないからかな。ちょっと45キロは、やばいっしょ。男子で45キロはやばいっしょ。
もやしっこもいいとこだよね。でもバトルしに行く、うん、やばいな。飯食ってないもんな、マジで。そういうゲームじゃないのかな。これ太ったらなんか発生するイベントとかあるのかな。よし、こいつらからやるぞ。多いけど、うん、強いからな。3人いるから今日は。ちょっとマサルがよくやられるんで。よし、強いな。もう片っ端からやってちょっとお金稼いでいこう。取れ、こいつ取れ。よし、うん、よし、行くぜ。うん、なんかあるこういうとこ。微妙な当たり判定あるんだよ、この石。ちょいちょい細かいね、作りが。ほら、うん、いるかな。誰もやってないな、バトル。こっち行って、こいつらはあんまり金持ってないんですよ。この人も全然話進まないね。最初のなんかボクサーだったんですかとか、それぐらいから話進まない。あ、やってる。まあいいや。あ、でもちょっとあれだな。置いていくとはぐれちゃうんだよね、メンバーが。戦ってる時はちゃんと倒しきらないと。強いな、でもやっぱりみんな。よし、うん、ちょっとこれ自動で回収してほしいよね、いつも思うけど。もう倒したら回収でいいやんとか思うんだけど、ね、よし、よし、この辺なんかあったりせえへんのかな。特に何も出ないね。2400円ちょっと戻ってきました。うちの端っこも行こう。あ、やってるな。白いやつ割と持ってなかったっけ、お金。あ、すごい、投げまくり。まだか。はい、もう倒した。よし、あとこいつだけ。よし、400。もう一人いる？ゼロ。ああ、うまく。ああ、来た来た、400ね。よし、600。そうそう、白が割と多めですね。それでもなんか600円とかだから。あ、そっか。でもこれも安って思うけど、物価が違うんだよね。ロシアとね。って考えると、4、5000円取ってる感覚なんかもしれない、もしかしたらね。高校生時給の時にね、あのロシアのその最低賃金とかの話前してましたけど、ちょっとその辺の基準がだから違うんだよね。よいしょ。あ、取れへんな。こっちはこんだけなんでね。さあ、明かりを見ようぜ、みんなで。とことんちょっと今日は金稼いでいこうか。まあ来週になったら奨学金また入るんですけど。よし、もう両方やっちゃおう。あれ、いけない。ちょっと待って、危ね、はまってた。よしよし。紫は60円。うん、あれ、よし。
ぱいいるな。これ結構なんか返されるようになったな。なんか連続で与えられなくなった。うん。もう999ですからね。ヒットポイント。リンゴ。強すぎでしょ。ああ、向こう行っちゃった。緑のやつは生きてた。もうタバコないんか。よし。あ、ちょっと走り抜けちゃった。よしよし。こっちか。いや、ちょっと返されるな、やっぱ。あと一人か。よしよし。ゼロ円。あれ一回倒したらないんかなこいつら。もしかして。大丈夫か。よかった。ああ持ってるね。まだまだお金を稼いでいくよ。6000円貯まった。うん結構貯まってきた。向こうの端っこ行ったらまた復活してるから。この固定でいるところと、あ、もうここにいなくなったな。こっちの端っこはもう何もないし、また戻るか。お、やってるぞ。よしよし。喧嘩はやめろ。よしよし強いよねこいつ。よしもうほぼ負けないですよ。よしよし倒した、うん、パンチディフェンスが上がりましたね。さあ1万円ぐらいまでいきたいな。あの金の鎖を買わないとね。200、うん、いくらいった？ちょちょ、7600円か、うん、まあ奨学金5000円は入ると思うんで、そろそろこっちってなんもないよね。特にもう今さら新しいエリアとかさないよね。さすがに見落としてないと思うんですけど。ショップもうちょっと高かったね。フィットネスする鍛錬できるけど、もうどうなんだろう。これで、あ、まあいいや、公園行こっか。あれ出れへん。あ、出た出た。タバコだけ買おう。よし。なんかタバコないと、切らすとなんか、必要な時にね、つけなかったりする。からなんかちょっと寂しいかなと思って。こいつらは殴れへん。あ、いたいたいた。よし。この早歩きのやつ倒せたの今。ちょ、もうちょっとこっち来ようぜ。こっちこっち、そうそうそう。よしよし。ちょっと緑のやつ殴ってしまいそう。うん。組んで、組んで。よし。倒したか。うん、倒したな。白は結構持ってるんですよ。うん、よし。あ、でも72だ、こいつ。学校は閉まったし、あ、まだやってんな。よし。いいぞ。今日は金稼ぐぞ、ほんと。よし。よし。もういい、もういいっしょ。よし。うん、ああでもここでは全然持ってない。なんか場所で決まってんのかなやっぱり、うん、よし
タバコまた吸っちゃった。じゃあちょっとたまには飯食うか。ほんまにたまにね。ちょっと、仲間がいると座れないんで、ちょっと解散します。で、座れる？あ、座れないな。一回出るか。みんなにはおごらない。よし。ちょっといい文句を。体重が痩せすぎだ。うん、炭水化物入れよう。炭水化物。あと、なんだろう。チョコレートか。うん。よし。で、本読んどこう。うん。45キロはちょっとやばいですね。逆にどこまで行くか、ちょっと見てみたいですけど。うん。30キロ台まで行くんかな。こんだけいろいろできて、45キロきついな。最初、60キロからスタートしたよね、確か。うん、1ヶ月で15キロダイエットっすよ。なんか、格闘家並みの減量してますよね。格闘家でもきついよね、多分。さあ、よし。で、本も読むか。もうちょっと、400ページまで。よし。あ、疲れた。あ、じゃあ閉店か。びっくりした。帰ろう。今日でも結構お金稼げましたね。うん。よし。ちょっと今度公園行って999より上に上がるかどうか見とこうか。こんなにもないな。よし。はい。そしたらね、今日のところはこれで終わりにしておきます。また次回ね、この続きやっていきますので、よかったらね、見に来てください。ではこれで終わりにしておきます。お疲れ様でした。